脈打て鋼鉄の心臓、20世紀建設の土跡。博士、私は死ぬのですか。チェザーレ、死ぬのではない。そなたの精神を肉体という檻から解き放つのだ。さあ行け、新しい世界へ。目覚めよ、鋼鉄のマリア。大正9年、東京。世情騒然たる帝都に暗躍する怪人カリガリ。それに立ち向かう月光の戦士シルバー仮面。光と闇の戦いは果てしなく続く。おいしい？初恋の味というのよ。フィロマンティッシュ。ああ、誰か取り戻さん。かの美しい日々、初恋のあの時を。ああ、誰か取り戻さん。ひとときの微笑みを。のんきな人たちだな。憲兵隊が目を引かれててっていうのに。私、サビーネさんをモデルに新しい小説を書くわ。高畑歌唱先生にもご紹介したいの。きっと美しい挿絵を書いてくださいますよ。どうした？カラスが。カラス。いやーね、気味が悪い。このところ毎日なんです。今回の一件は貴族院の採用事項も大変に心を痛めておられる。モディオガイ先生と公爵はドイツ時代から深いつながりをお持ちでな。ことが大きくならぬうちに処理しなくてはならない。頭脳明晰は結構だが、帝国軍人としての本分を忘れるな。それはどういう意味でありますか。ザビーネという娘に情けをかけているのだろう。そんな関係ではありません。もういい、天数。状況を聞こう。森鴎外先生はカリガリのアジトに身柄があると思われます。そのカリガリですが、飛行船の行方は依然としてつかめません。あれだけの巨大な物体が人目につかぬはずがないのに。金の指輪がカリガリのもとにあるとすれば、奴は必ず銀の指輪を求めて接触してくるはずだ。今夜から憲兵隊の人数を。そんなことは無駄だ。何？貴様、
我が憲兵隊を愚弄するのが。敵は超心理学にたけ幻惑術を使う怪人です。むしろ脳神経学の権威に知恵を請うべきでしょう。一理あるな。そろそろ戻らないと本郷に怒られちまうよ。まだいいじゃありませんか。映画でも見ていきましょうよ。映画？最近の活動写真は映画というのよ。モダンな響きじゃなくて。強く、また強く、そしてまたさらに強く。ああ、君が愛しくてたまらない。のんきなふーちゃん、お前にもうこれで大丈夫とわかりに自身も金があるんだ。味も色気もないそのセリフ、令嬢一瞬動きを止めて、お金持ちとちょいと考えるふーて、目の色が徐々に輝きを増して、令嬢はあなた素敵ね。仮のふーちゃんでありました。そこで現れたのが霊場の本屋さん。どうしたのかしら、なんだか私何にも知らず、せ気分が悪い。甘いローマンス、プレゼントを投げ捨てかけつける九段の婚約者、おいこらと一括。いや、貴様俺の何をするんだ、この男は。どうしたの蘭子さん、しっかりして。やれてーと、もうなしく、ついに指輪をよこせ。指輪は切って落とされたのであり、カリガリ博士の仕業ね。頼んだわよ、豆蔵。なんでこんな時だけ降りるんだよ。今メンクン券だよ。ウーベル七律券シャレラボー。ほら降りた、こっちだ。わかりません。お客様が突然暴れ出して。そうか。おお、Erdreich。Und Feuergeister, werd ich, Yggdrasil, allmächtiger Vater Wotan, verleiht dir Walküre-Kraft. Thank you.
計算があるの。今何が必要なのか分かるかね。破壊だよ、大量の破壊だよ。じゃないんだ。あなたに会ってほしい人たちがいるの。カール・ゲルマー。Ich arbeite in Deutschland als Wissenschaftler im Raketenbau. Das hier ist Helga und das ist... Die Begrüßung kommt später. Erst die Geschäfte. Bitte setzen Sie sich. Also, wir sind ein Geheimbund, der in Deutschland und Österreich unter dem Namen Thule-Gesellschaft operiert. Ich persönlich betrachte diese Organisation als eine Art Verteidigungstruppe. Verteidigungstruppe? Genau. Wir verteidigen die Erde gegen die Außerirdischen. Helga, mach den Vorhang auf. Ah, der Nibelungenring. Die Wikingersage überliefert uns Folgendes. Werden Gold und Silberring vereinigt, erwacht die Midgard-Schlange aus ihrem Schlaf. Und die Welt geht dann zugrunde. Midgard ist eine Art magnetischer Körper, der den Erdball umgibt. Diese Ringe bewirken eine Veränderung der magnetischen Wellen, was zur Verdrehung der Weltachse führt. Also eine Supermagnetwaffe. Diese Teilchen, die eine enorme Energie besitzen, wollen wir einmal ganz einfach Strahlteilchen nennen. Wenn wir diese Strahlenenergie ausnutzen, kommen auch interstellare Flüge in den Bereich der Möglichkeit. Das hier ist ein Modell der ersten deutschen bemannten Rakete, V3. Übrigens, wir haben noch nichts von Ihren Anliegen gehört. Ich möchte, dass du bei uns Mitglied wirst. Das soll heißen? Das Vorgehen der Außerirdischen ist sehr raffiniert. Asien, Afrika, Südamerika. Sie verbünden sich mit dem jüdischen Kapital, mit dem Ziel, die ganze Welt in Unsicherheit zu stürzen. Nur ein überlegenes Volk kann dagegen zum Kampf antreten. Das ist die reinblütige arische Rasse. Ich bin kein Arier. Das ist mir natürlich klar.
aber wir schätzen dich besonders und deswegen... Tut mir leid. Ich lehne ab. Was soll das heißen? Ich denke, eine Welt ohne Diskriminierung ist der Weg zum Wohle der Menschheit. Komm, lass uns gehen, Sabine. Sie gestatten? Mein Name ist Adolf Hitler. ザビーネさんは知らん。何があったんだ。彼女が何を考えてるのか分からなかった。俺も彼女が何を考えてるのか分からん。ガリガリの行方も分からんし、原稿はすまんしで八方塞がりだ。探偵小説か。うん、見してみろ。うん。わかった。盗まれた絵は玄関にかかってるな。すごいな。どうしてわかるんだ。この葉を隠すにはこの葉。一番目立つところに隠すと誰も気がつかないもんさ。おお、さすがだ。そうか。どうした。ガリガリは意外と近くにいるかもしれない。本郷君来たな。ダンテ劇場から回収したフィルムをチェックしてみた。俺をコチコチ頭の軍人だと思っていただろ。俺の唯一の趣味はな、映画なんだよ。よく見てみろ。ここだ。どこですか。このコマだ。16コマに1コマ妙な仕掛けがある。人々の指揮機関にこの文字が残る。いわば映画の中にもう一つの映画が隠されているのだ。映画は一度に大量の観客を動員する。洗脳の道具に使われれば極めて危険な兵器となり得る。諸君、紹介しよう。帝大の敷島教授だ。大脳生理学の権威でいらっしゃる。はじめまして。お聞きいただいているこの音楽ですが、通常人間の耳には把握できない高い音域に絞っていますね。何も聞こえ。私も聞こえません。もっとも最近私は耳が遠いからな。茶を一杯行くで。総督にお茶を。はっ。ではこの波形、人間の聴覚範囲に置き換えてみます。喉が渇いた、何か飲みたくなる。喉が渇いた。このように人間は無意識間に信号を受け取ることができるのです。つまり暗示にかかりやすい。お茶をお持ちしました。
集団が催眠術にかかるということもあるのですね。ありえますね。例えば集団に幻覚を見せるとか、見えているはずのものが見えないとか、そんなことも可能ですか？可能です。ユングの共同幻想論ですよ。どういうつもりだ？誇り高き我が麹町分隊にカラスの死体を探せなどと。カラスは頭の良い鳥です。人間にかかる催眠術が彼らにもかかるのかもしれない。どういうことだ？カラスはもしかして空中で見えないものに激突しているのではないか。見えないもの？カリガリの飛行船か？君が差別主義者とは知らなかった。私あの人たちにはついていけないの。だけど今指輪の力に気がついているのは彼らだけなの。この指輪は私には重すぎる。いっそこの池に投げ捨てることができたら。指輪の重さを支えることは僕にはできない。私どうしたらいいの？わからない。じゃあしばらくこうしていて。来るわ。え？天勝さん、ラジオだ。ガイドラジオ受け。どういうことだ？ラジオの音楽に催眠音波が入ってるんだ。よし、下がれ。下がらせろ。下がれ。ラジオ撃て。待ちくたぶれたぞ。何がおかしい？笑いは健康のもとだというぞ、大尉。博士、父を話してちょうだい。それにはもちろん条件があるのは分かっているな。今度のわしのカードは
手ごわいぞ。そなたの持っている銀の指輪を渡せば父親の命は助かる。渡さればしゅ、実に単純明快だ。やめて。指輪を渡すわ。ダメだ、その指輪は。ついに太陽と月が揃ったか。今まさに全宇宙の命運がわしのこの指先にかかって、王の狂気は一人の狂気、貴族の堕落は千人の堕落だが、最も腐れ切っているのは百万の大衆だ。全部まとめて滅びてもらおうか。浴びるのは貴様の方だ。それはどうかな。いよいよ神々の黄昏が始まる。世界の破滅をその特等席でとくとご覧あれ。燃え上がれ宇宙人、ユグドラシル。目覚めよ、大いなる暗黒の絵、ミッドガルド。忘れた頃にやってくるんだ。思い出してくれてありがとう。おちおち寝てもおれんな。カリガリ君とか言ったな。どうだ、ここは一つ男らしく賭けで決めないか。私が負けたら指輪をやろう、君が負けたらおとなしく地球を去ってもらう。何を言ってるんだお前は。宇宙生成の確率だって一つのゲームのようなものじゃないか。どうだ、かけてみないか。いや、ちょっと待て。お、さあどうだ。どっちにしようかな。左だ。左でいいんだな。右だ。君の負けだ。やっぱり左だったんだな。拳の中に入っているとは言っていないぞ。さあ約束だ、地球から去れ。
ふざけるな。うわっ、シルバー、おのれ地球人ども、俺は必ず指輪を手に入れてみせる。また会おう。とりあえずこのくらいにして脱出しよう。ここはあまり居心地がいいとは言えんからな。はい。ザビーネ、おい助けてくれ、おい。地のごとき色の顔は灯火に映じて薄くれないを指したり、君の母さんのことを思い出した。さぞ私を恨んでいるだろうね。いいえ、むしろせめて恨んでほしい、憎んでほしいんだ。国家のためなんて言い訳だ。女一人幸せにできなかった男の言い訳なんだ。私を憎んでくれ。あなたは母が言った通り素晴らしい人でした。私は自分自身の目でそれを見ることができました。私ドイツに帰ります。お元気で。待て、この指輪を君に預けておく。ふさわしい男に渡しなさい。本郷義明は陸軍軍人としてドイツに留学することになった。その後彼は満州国において関東軍を指揮することとなる。これが味噌で醤油、これ梅干し、それからお前の好きなラッキョウも入れといた。おいおい、あんまりかさばるの困るぞ。何言ってるんだ、ベルリンで急に梅干しが食いたくなっても聞かんからな。
船の中でゆっくり読んでくれ。僕の探偵小説がやっと雑誌に載ったんだ。本当か？すごいじゃないか。二千堂か、江戸川乱歩、お前のペンネームか。江戸川乱歩だ。なるほど、お前らしいな。読んだら感想を聞かせてくれ。あ、必ず手紙を書くよ。絶対だぞ。あ、じゃあな。本郷、これ本郷。本郷義明、バザーイ、大日本帝国バザーイ。バザーイ、バザーイ、バザーイ。ザビーネさん、ご一緒の船でしたか。ええ。我々の軍隊はいずれ大陸に進出する。やがて大きな戦争になるだろう。まさか。それは軍属のみならず国家を総動員したものになる。覚えていますか、あの満天の星の夜のことを。自分なりに考えてみました。あなたは私たちの故郷は宇宙だとおっしゃった。申しました。人種や国境をめぐって人々が争う時代はやがて終わりを告げる。その時私はあなたと一緒にいたい。私はさすらう星のもとに生まれたのです。先のことはわからない。この海の向こうには無限の新世界が待っている。あるいは破滅の罠かもしれません。飛び込んでみなければわからない。希望はあります。遠い世界の果てかもしれませんね。太陽の指輪は父なる神ボータンのために、月の指輪は死すべき定めの人の子に、呪われた二つの指輪はヨーロッパへ渡った。そして長い戦乱の時代が始まろうとしていた。